ネット・ケリー、1855年から1880年11月11日は、オーストラリアの盗賊、無法者である。最も有名なブッシュレンジャーであり、権力に反抗したその生涯は、幾度も小説や映画化された。ケリーのように勇敢には、オーストラリアにおける一般的な表現となっている。ネット・ケリーは1855年、 オーストラリアのビクトリア東部の農家で8人指定の長男として生まれた。父親のレッド・ケリーは家畜泥棒による元囚人であり、母親エレンの性格員もアイルランド系流刑者の一族のため、警察から厳しい監視下に置かれていた。身内に犯罪者がいる環境で手先の器用な長身の若者として成長したネットは、窃盗に関わるようになり、 ハリー・パワーという名のブッシュレンジャーとも親しくした。そのために、警察の追求は終年めいたものとなり、1869年に14歳のネットは、強盗容疑で収監され、翌年に追い剥ぎの容疑で収監されたが、これらはいずれも無罪となって釈放される。しかし、1870年10月には、知人から借りた栗毛の馬が、実は、知人が、 メルボルンの郵便局長から盗んだものであることが判明し、ネットは警官に馬の強盗容疑で再び拘束された。この件におけるネットは無実であったが、警察が偽りの証言を持ち出したためにネットは有罪となり、3年間の服役を余儀なくされた。1874年19歳となっていたネットは、 メルボルンのペントリジ刑務所で3年の刑期を終えて出所する。出所後、ネットは樹木伐採の職に就き、しばらくは犯罪への関わりを立とうとしたが、当時すでにネットは犯罪者の多いクイーン一家を代表する一人としてマークされており、そのために仕事を続けることができなくなる。また、父のレッドはネットが11歳の時に獄中で死亡しており、 未亡人となっていた母は、ジョージ・キングという家畜強盗と再婚していた。ネットはジョージに誘われて、再び犯罪に手を染めるようになる。1878年になるまで、ネットはさらに3度の逮捕、投獄を経験した。1878年4月、警官ロフィッツ・パトリックが、ケリー一家を訪問する。ネットの弟、ダン・ケリーの馬泥棒への関与を疑ってのものだったが、 ケリー一家にとって警官の来訪はすでに慣れたことであり、食卓に誘ってフィッツパトリックをもてなした。しかし、若い警官はネットの妹をからかい出し、ついには卑猥な言葉をかけ始めた。母エレンはそれを止めようとし、小競り合いは喧嘩となり、最後にはネットが警官を家から叩き出した。しかしネットに投げ飛ばされた際、フィッツパトリックが手を負傷し、翌日には、 警官隊がケリー一家を包囲する事態に発展する。その時、すでにネットとダンの兄弟は逃げ去っており、逮捕されたのは家にいた母エレンのみだった。だがその容疑は、単なる警官暴行よりも罪の重い、ピストルによる警官への射撃であり、ケリー一家は事実ではないと主張したが、母親は有罪判決を受け、兄弟の罪も確定する。 逮捕を逃れたネットとダンは茂みに逃げ込み、ジョーバイアン、スティーブ・ハートらのブッシュレンジャーに加わる。この時より、ネットの権力に対する犯行という行動原理が鮮明となっていく。警察はブッシュに逃げ込んだケリー兄弟とその仲間を捕らえるため、4人の警官を派遣する。しかし、2人ずつ二手に分かれて探索する彼らを先に、発見したのはケリー兄弟であり。 彼らはまず二人を包囲して、降伏を迫った。この降伏勧告を一人は受け入れたが、もう一人は銃を抜いたために、ネットに射殺された。残る二人も、ネットたちは待ち伏せした上で降伏を促したが、今度は二人とも反撃してきたためにこれも射殺した。この銃撃戦の間に降伏していた警官が逃亡して、ネットたちの犯行が報告される。追われてやむなくとはいえ、 警官三人殺しの罪状となったネットには500ポンドの賞金がかけられた。ブッシュレンジャーとなったネットは他のブッシュレンジャーがそうであるように強盗を続ける。しかし他のそれと一線を隠したのは略奪の対象であり、その手口だった。彼らは貧しい存在には手を出さず、それどころか紳士的に振る舞った。強盗に際しても相手をむやみに射殺することなく、事実、 彼らが殺害した相手は警官と裏切り者一人に限定されている。ネットが強盗の際に着用した頭部全体を包むような円筒のヘルメットと体の各所を守る甲冑は富裕層には恐怖の対象であり、貧しい民衆からは警護の対象であった。1878年11月、ネットたちはユロア銀行を襲撃する。ネットたちは銀行を襲撃する前に、 駅舎を襲って、制服を奪い、入金する駅員を装って、侵入、金庫の中身を根こそぎ奪った。また、その際に、人質となった、支店長一家は先に襲って監禁中の駅舎まで、連れて行き、夕食を共にした後で、3時間後なら、通報してもいいと言い残して、姿を消した。一人の怪我人も出さない犯行だった。年月日には、 ゼルダイの警察署を襲い、警官たちを降伏させて留置所に監禁すると、警官の服を着て、街に繰り出し、銀行から2万ポンドを盗み出す。また、宿屋に、町の人々を集めて、ビールをおごりつつ、銀行から持ち出してきた、債務証書を、すべて町のメインストリートで焚き火に投じて見せた。彼らのそのような振る舞いは貧困層で評判となり、 食料や隠れ家といった支援につながった。ゼルダイの犯行後、彼らは山中に潜んだが、支援もあって、警官の目を逃れ続けた。ネットも得た金品を支持者には、気前よく与え、当時の銀行には突然全額現金で返済された、借金についての記述がいくつも残されている。そのため、彼の行動は、義族として民衆から支持された。また、 名声の高まりに比例して、検証金は8000ポンドに上昇した。1880年6月、ケリー兄弟の仲間の一人、ジョー・バイアンが、知人の一人、アーロン・シェリットを警官への密告の疑いで射殺する。しかし、その時すでに警察隊は、蒸気機関車に乗り込み、彼らのいるグレンドウンへと向かっていた。ネットは危機を回避するために、線路を外してしまうことを考えつき、 宿場にいた70名ほどの人質に線路を撤去させようとした。人質らは夜半に至るまで撤去作業を行ったが、人質のうち、とある教師が病気の妻の介護のため解放を願い出る。ネットは願いを聞き入れて彼を逃したが、それがネットの命取りとなった。解放された教師はまっすぐに休行中の列車へと向かい、 合図によって列車を脱線前に止めてしまう。また、列車から降りた警官隊は夜院に乗じてグレンローアンのホテルへ向かい、休憩中のネット一味を強襲した。まず、ホテル前で銃撃戦が行われていたが、ネットはいつもの甲冑を身につける暇もなく、剥き出しの右手と肘に銃撃を受ける。他のメンバーも負傷し、引き返したホテルは警官隊によって包囲されていた。 銃弾を受けたネットの怪我は出血がひどく重傷で一時意識を失ったが銃撃戦の最中に意識を取り戻していたネットは弟たちを援護すべく警官隊へと向けて駆け出していったがショットガンで足を撃たれて転倒し警察隊によって逮捕されたケリー・ニャングと呼ばれたネットとダンのケリー兄弟そして場外案スティーブ・ハートの計4人だったがこの銃撃戦により バイアンは射殺され、ダンとハートは火の放たれたホテルの中で自主を選び、リーダーのネットも捕まって一味は完全に壊滅した。この乱戦における最初の銃撃戦で負傷したネットの元へ彼の馬が二度近づいたと言われているが、彼は馬を追い払って逃亡を拒んだ。逮捕後、その行動の理由をネットは仲間を見捨てられるほどの偉大なディンゴには、 俺はなれなかったと語った。ネットの馬は警官隊からの銃撃を受けた者の,の逃げ延び、その行方は未だ明らかになっていない。1880年10月、ネットの裁判が開かれ、ネットはすべての殺人において正当防衛を主張したが、裁判官レドモンド・バリーは取り合うことなくネットへ死刑判決を与えた。民衆はそれに対し、 8万人に及ぶ除名嘆願書を提出したが、ネットを助けることはできなかった。ネットは、キューメルボルン監獄に収監されたが、そこにはネットが、ブッシュレンジャーとなったきっかけである、警官銃撃容疑で有罪となった母親が、投獄されていた。母親は、死刑執行を待つネットの元を訪れ、マインドユーダイライク、エイケリー、さんと言葉をかけた。11月11日、 ネットは、いつもと変わらない様子で、自ら高主台に上り、サッチーズライフ、OR、アイサポーズイットハドツーカムツーディスと言い残し、処刑された。ネットケリーは処刑後、一族の墓地に埋葬されることを希望していたが、死後はメルボルン監獄に収容された。また、その頭蓋骨は、ネットケリーの人気が高まると展示物として、一般公開されたが、 1978年に盗難されて以降は行方不明となっている。盗難された頭蓋骨を除く残りの遺骨は132年間にわたってメルボルンで保管されていたが2013年1月20日にネットケリーの子孫の単案が叶いビクトリア州北東部のグレタにある母の墓に共に埋葬された。イギリスには 囲い込みで土地を失った者や職を失い犯罪者となる者が多く、正常不安の一因となっていた。当初、それにより発生した囚人はアメリカに送られていたが、アメリカ独立戦争により、犯罪者の流刑地を失い、代わって目をつけられたのが18世紀末に、ジェームズ・クックによって発見されたオーストラリアだった。そのためオーストラリアは囚人たちの新たな流刑地となり、 その監視として、軍隊もまた派遣された。だが、軍の一部はオーストラリアに定住し、土地と羊を占有して、囚人を労働力として私物化した。彼らは地主階級となって、オーストラリアの支配層を形成したが、そのために、囚人たちは、小農民としての生活が強いられた。一方で1829年には自由移民が許可され、 その新たな住人たちの要望によって、イギリスからの囚人の流刑は減少していった。1851年からは、ゴールドラッシュによって自由移民が押し寄せ、植民地としての統治体制が急速に整っていく。1850年代には、憲法と議会を持つ5つの植民地が成立し、オーストラリアから、かつての流刑地としての姿は、急速に消滅しつつあった。 経済面でも、鉄道や銀行といった流通と経済のインフラが整い、牧羊業中心の経済からの転換と発展が徐々に進んでいた。しかし元囚人とその子孫は恩恵を受けることができない白人の最下層であり、ほとんどのものが厳しい生活を送っていた。1860年代からビクトリア植民地の北東部に大量の移民が流れ込み、 彼らは新たに小農民として土地に定住して農業生産を行った。しかし、すでにビクトリアを抑えていた富裕層が土地所有を推し進め畜産業を拡大させていく一方で自作農を資本的に支配した。土地の所有を制限され、その上低等で縛られた大部分の自作農は富裕層への反感を強めた。最も貧困な層では、 家畜強盗に転落する農民も多かった。冬輸送は、そのような存在を危険視し、取り締まりに警官を利用する。彼らは家畜を盗んだ者の逮捕を奨励し、逮捕に対する報酬を警官へとばらまいた。逮捕に対する報酬は、有罪、無罪を問わなかったため、低賃金に苦しんでいた警官たちはこぞって、ケリー一家のような存在や、 貧しい農業労働者を捕まえて習慣するようになる。そのような一連の癒着は、小農民たちの富裕層と、警察機構に対する反感を育てていった。生前から人気が高く、義族としての実態が知られていたネットはすぐに、伝説化された。特に、尾崎みのり、甲府、劉慶衆出身者、アイルランド系移民においてその人気は絶大で、 口実されるフィクション作品のモデルとして、オーストラリアでは広く一般化されている。ネットケリー研究者のパッド・オマリーによれば、ネットの犯罪は、家畜泥棒、警官攻撃、銀行強盗、大事主への攻撃であり、それらはいずれも当時の民衆を、土地の抵当などにより、経済的に支配していた、資本家に連なる存在であった。ネットの行動は、 自作農を中心とする農業労働者にとって階級闘争の対抗者とも言うべきものだったと述べている。ネット・ケリーはオーストラリア国民から義族、英雄として知られている。学生時代、彼は川で溺れている子供を助け、その家族からお礼として緑の助きを受け取った。ネットは生涯、それを身につけていた。しかし、そのような極少数の例を除き、 彼、一回の世間の視線は、冷ややかだった。南塚南塚、オーストラリア AP 通信2013年10月20日報道。南塚南塚南塚なみず新語助。1999。アウトローの世界史。NHK ブックス。ISBN4 から14から001874から7。ありがとうございます。